おはようございます。おはようございます。牛トラ、あ、番長開いてんの？あ、開いてないじゃん、全然開いてないじゃん。久しぶりに牛トラから。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケです。そして、はい、ということで本日は2022年10月23日あー、いいですね。はい、爆音でバイクが駆け回る、そんな環七沿いのウエスタン環七南火災店にて本日はダブルの力収録ということでやってまいりました。まあこちらね、おなじみのお店となっておりますけれども、本日ね、火災駅前店の方にガイモンが行って収録しておりまして、車で5分ほどの距離の姉妹店ということで、結構合同で、同じ機種に設定を入れがちというところで、そういったところも含めて狙っていきたいなと。結構やっぱこのお店での積もり率私高いんで、今日も鬼武者かな、カバネリかなって考えてたんですけども、抽選が50番ぐらいということで、残念ながらほぼほぼ全埋まりということで、まあ、最近あまり打つこともなくなった牛音トラ、まあリセットしっかりされてたんで、まずは牛トラ座りまして、途中ね、あのガイモンのいる関西店の方に偵察に行きまして、あわよくば後相撲、朝一はまず期待値稼働して、そこから見えてきたら積もりに行くと、そんな感じでやっていきたいと思います。勝てるといいな、勝てるといいな。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ抽選負けた私に空いていた台は6.5 だと笑うセールスマン、ハードボイルド、他なんだ、魔法少女育成計画、あ、じゃあ魔法育は 6.5 ではないのか。でもまあ信頼、まあいろいろ、いろいろじゃない、ほとんど埋まってまして、笑うが空いてて、まあ笑うもあったねけど、とりあえずまず期待値稼働したいと思います。牛トラ1台埋まってて、もう1台これだけ、とりあえず牛トラ1周期だけ見て、まあ当たればよし、当たらなかったらやめということで、あ、忘れてた、押すのも何もかも忘れてたわ。はい、ということで、牛トラを1周期見たところで番長ゼロですね。朝埋まってたんですけど、もう1周期だけ、1周期ゼロモードだけチェックされて捨てられてる台が今空いてたんで、もう俺の牛トラと同じようなムーブしてますね。まあ多分ですけど、番長ゼロで、まあ、ゼロモード外してステチェンが多分通常ステチェンだから、まあ通常モード濃厚みたいな感じで、捨てたと思われるんで、まあここは多分通常モードにいるんですが、まあ、実際1回ねゼロモードから通常モード飛んだぐらいじゃ言って 50% なんで、6でも何もわからないということで、でまあ基本的にね、このお店番長ゼロに我々が来るときは、まあ、1台は必ず6があると言っていいっていう状況で、何台 ?3、4、5、6、7 台あって、まあ、7分の1のガチャが引ける、朝1ゼロモードを外して通常モードに飛んだ時点での6 の、 こうなんていうの、期待度的にそこまで大きく下がらないだろうというところで、お500ジャストってこと、珍しくない500ジャスト、通常だったりしない、490でもまあ一応500ジャストを組むあれでバリって言ったよね。ゲーム数ちゃんと見てないから、これもしかして400後半だった、まあいいか、当たんなかったら何でもないけど、まあ少なくともゼロモードチャンスモードは否定されて通常であることは間違いないから、当たってるじゃん、いきなり10トンだよすごいすごい、1、5、10って一気に全部落ちてきた、ラッキー。牛トラに200枚、この台に200枚ですね。え、これなんか AT 出てこないかな、なんか500ゲームジャスト、なんかすげえ変な感じはしたんだよ、ポイントが。どうでしょうか、どうでしょうか、まさか負けるなんてことはないよね、いきなり10トンまで来たんだもんね。ああ、大丈夫だね。いや、これさ、ない？あの子だね、今時だね、これ、あの青の、ああ、ダメだ、ボーナスだ、そんなうまくはないか、まあ、通常モードの400後半か500ぴったりかは分かりませんが、
まあ、多分500ぴったりじゃないかな。まあビッグなんで OK。 はい、通常画面でゼロモードからやり直しと。お100で全長だって。あれちょっと待って、ゼロモードって100あったっけ。200かさ。あれあゼロモード100あるか。あるわあるわ、あった、確か確かあったわ。2桁がないんだよね。100はあったわ、さすがにね。じゃないとこれ通常確定になっちゃうもんね。あ100あるわ、普通にあるわ。いやポイントは死ぬほど稼げなかったけど、浅いポイントで100でいってくれたから、結果なんか帳尻であったわ。世界で一番弱い前兆やってる。でもちょっと特訓が長い気がしないでもない。いやでもそんな、いやなんか長い気がしないでもないぞ、長い気がしないでもないな。でも弱い、長いだけで。いや初めて出たこんなとこで。やっぱな長い当たってた。めちゃめちゃ見た目弱いけど、なるほどね、なるほどね、これなるほど。青ナナは直撃じゃない。青ナナだ、青だよねこれ。あれマダラまで行った、マザワか。あれ赤なんだ。ああいやこれあれだわ、直撃引いてるやつじゃない。だって一回も対決行ってなくて初めてのこれで、これって確かな、あなんかなんで、えなんでいきなりこれになった。あ自治会予告の時にすでに内部的にはキャラが選ばれてるんだ。いや多分これそういうことだと思うよ。ボーナスの本前兆中に直撃引いたか、直撃の本前兆中にボーナス引いたかだと思うんだよね。だからつまり直撃のカウントでいいと思うんですけど、確か有識者の方、あの自治会予告って基本的にあのなんだっけ、フンヌみたいな対決に負けた時の一部でもらえるやつ、では対決負けた時に次回ボーナス時に AT が確定する抽選をおそらくしていて、でも今回初対決でこれだから、フンヌを獲得するタイミングがなかったわけだから、直撃ってことでいいと思うんだよな。つまり6ってことでよろしいか、まだよろしくないか。天井からしかちょっと見たことないやつ、天井でレギュラーボーナスが出てきたらこれが発生するんだよね。確か投資全部で500万円、1万円この台ではだから300枚か。まさか積もった？これってどうなの？取ったらチャージがもらえるってことか。だからこれダメだったけど、ああホールド、ああそうだね、AT 中のボーナスと同じ扱いになった。だからチャージのストックはないけどっていう。めっちゃ引くやん、3発引いたよまあまあいいんだけどさ、今は俺ああってことは3発目で取ってると思うね。だ1発目とかで取ってたらこれがチャージ、まあいいわ。はい青チャージ、
さあ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 、これはとにかく鉄拳制裁までいかなければこの台はね終わっちゃうから。なあダメか、とってなんか200のおまけが大きかったわ。初当たり時は 50% だか、もうちょっとでチャンスモードスタートだから、それであればもうゼロ畑踏んでるんだけど。あー白スタートきついて、てかリプレイ引いたのになんでゼロ揃いにならんの。あーダメ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 、せっかく2段階上がったのに、俺勝たなきゃ終わるわ。カルタってなんぼ？ああまた勝ってなさそうな感じだな。あー弱い。はあ。まあ結果駆け抜け。ふう2枚目の、ベル外れじゃないですか。でもニルニルカレーも出てんだよね、よく考えたら。ああ大丈夫か、さすがに大丈夫か。いやまあまあまあ、ゼロモード抜けた割には早かった。これで通常2の2で当たってるよ。追加投資2000円の全部で12000円。ラストスパートじゃ。待て、これ来た。これレギュラー否定だよね多分。また直撃チャンス、青7直撃チャンス。ああ早っ、さっきだったらただのピッチだな。え、化けまであるないよね、うん、青7出てきたらこれちょっと待って。ああ惜しいね。はい、よし助かった。危ない危ない危ない。お気持ちいいな。まあ、まあまあ薄いみたいだけど、デフォルト今の強調取ってるといただきチャージが1個あって、あそこのステージにいなくても内部的にある可能性もあるらしい。3連続引いたんだけど、お前ああ全長来てれば大丈夫でしょ。いやいや恐ろしく引いてるわ。はい、痛恨の単発。ああおおおお助かる助かる。あーあーあーあああああ、台無しだよ台無しだ。こりゃ自力で持ってくるしかない。天才か、どうなったんだ。また3連続引いたんだよ。お前さすがに、さすがにいた。
天才的な初当たりを取ってはいるんだが、ただ初当たったとてなのよ。まずいって。ちょピロタワンレバー、さすがにもう無理。頼む頼む、簡単でいい簡単でいい。天才、お前天才か。ありがとうありがとう、これで大丈夫、これでいけるわ。ワンレバーで決めるかね、ありえないわ。なんかゼロヶ岳の成長。おお、ゼロヶ岳、おおおおお、だのー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 、全然足りない。なんでなんで、なんでなんかめちゃめちゃ行くんだけど、そこじゃねえんだ。いやそれでもいいんだけど、それはそれでいいんだけど、これこの初当たりで引き合ったらマジで完走するやつよ。まあしないけど、いややばくない、これ絶対勝てないじゃん。じゃあようわからない隙、320枚、謎の頂きチャージの初当たりから全て単発で終わらせてやったわ。ゼロモードが永遠に当たんないんだけど、これはないってことなのかな。通常スペシャル、さすがにやめかな。これでゼロモード3の0全部通常モード以降なんで、さすがにこれはやめていいと思います。ちょっと次の台を探しましょう。ということで、番長0はさすがにあれだったんで、あれで6ならまあ無理だね。ゼロモード3の0からの全部通常、まあ、ステチェン全部雑魚で、まあ、通常通常3回目は確認してないですけど、まあ、ほぼ通常なんで、あれ島歌に、ビッグ島歌ですね、初打ち00。はい、この台なんですけど、まあ、置き時系よね。まあ、あの島歌って昔からあったけど、俺一回も打ったことなくて、その4号機とかの一回も打ったことないんですけども、まあ、AT 機で連チャンするような台ですね。キュインだよね、キュイン、南国みたいなね、 花じゃなくてこれキュインってなるからちょっと楽しいな。左第一推奨でスイカをフォローしてくださいねと。初当たり AT 確率1で318分の1、6で222分の1で、なんかモードがね A とか B とか置き時みたいな感じ、言ったら告知方法のがペカペカペカじゃなくてキュインっていうタイプの置き時みたいな感じかな。で一応調べたら設定変更時は50% で天国準備モード、 30% でチャンスモードと。で天国準備モードに関しては当たれば次回天国が確定する、つまり 50% でもう天国に当たったら天国飛んでくれるんですよ。最低 50% 以上だよね。他のモードからもあの天国に飛ぶ可能性はもちろんあると思うんで。長かったよ長かったよ、おはてん800天井でございますよ。あ、なんか今ここちょっとついた。799ゲームはい、800ゲームちょうどですね。で、まあ基本的には赤7が揃うと。はい、投資が2万9000円です、全部で。
いやこれマジでやってないからな。レンチャン戦勝ったら終わりだよ。これが67ゲームの AT なんだよね。オキドキと違ってあれがないんですよ、あのサマイ管理、ベルナビ回数管理じゃないんで、引きが弱いと出ない。純増3枚の67ゲームで、まあ、基本平均200枚なんですけど、ビッグ中1ゲームレーン比率は 44%。 マジめちゃめちゃするやん、すごいな。じゃあ取んないとダメじゃん。そしたらでラスト3ゲームでこれがついたら1ゲームレーンだって。ラスト3ゲームこれがついたらねじる。でも、ダメでした。195枚で1ゲーム連戦来ても、ここから32ゲーム上がってた場合は天国は32ゲームと。あ、なんかこことこれもふわふわして、これの色も黄色なんだ。だこれ上がってないと、だから 78% で上がってるはずなんだけど、わあ、第三停止で ちょっとだけついたわ、助かる。まあノーマル、よしよし、とりあえず上がりましたと。はい、さすがにね、さすがに上がってもらわな困ります。あ、なんかついて、狙って、ああ、何にも書いてないけど、これがつくと、なるほど、で揃えばってことね。ああ、ダメ、二重遊戯よね。 なるほど、二段階性ね。チェリー揃った時にこれがつけば当たってるかもね。お、ああ、ラスト3だか、びっくりした。あんまりいけないし、これはダメそうだよね。まあでも全薬抽選なのかな。ダメ、 44% 積もれず。さあまだ早いよ。1回で終わるんだ、これいつもつまんない、これ。オキドキ系打つといつもそう。はい、で終わりね。はい、ということでちょっと聞いてた話と違うんで、天井まで行って上がって1回当たって終わって、ちょっとこのままだったらもうちょっと嫌いになっちゃいますんで、大移動してまいりました。朝一17ゲームで当たって現在183ゲームという台から打ち始めました。チャンスモードとかでなければ朝一そんな17とかで当たることはおそらくなさそうですので、朝一は推定チャンスモードで当たって、天国に上がらずに180まで回してやめられているということはですよ、チャンスモード後は、通常 B と、まあ、通常 B 以上で、まあ、通常天国が否定されてますので通常 B であればどうなんでしょう、まあ、B ってもう当たんないんですけど、天井近くまでっていうか多分天井まで当たんないと思いますが、え、じゃあ B って弱くない、こっちの台の方が良くない、ちょっと損しちゃった今度ね。そうだよね、00の台の方が B 角の台よりいいよね。ちょっとコインロスしましたけど、まあいいです。ということで処女台、処女じゃないね、はい、00の、93ゲームの台にやってまいりました。こっちの方が次回天国期待度が高い。ただし、まあ、9.8% だけど A の可能性を残しちゃってるんで遅れ。あとは、まあ、チャンスモードだった時、まだチャンスモードの可能性も切れてないから、これがだから200以内に当たって上がんなかった時は右の台と同じイーブンな状態になるから、右の台の方が回ってるからそっちに行けばいいということだね。さっき入んなかった、あ、入ったわ。さあ、あと150ゲーム、
で、5万円目バカなのかな俺は、このわけわかんないぐらいに2万円以上使って1時間まあ何も起きないはちょっと流行んないよね。さてさてさて、2回目のこの台の初当たりが実戦上 100% で天井ということになりますけど、第3停止にね、くるっと、はい、天井43,000円。いやマジで頼むぞこれ。まず1ゲーム連もしてみたいな。1ゲーム連はせず、いやさすがに頼みますよ。パネフラとかは特になしね。なんでこれで上がってねえのマジで。キモすぎるわ、キモすぎるわこの台。でももう俺頭おかしくなったから隣の台打とうかなってちょっと思ってる。さ、最後の島唄ですね、人生で最後の島唄です。ただこの台に帰ってきたことによって、さっきこの台をあのちょろっとちょろっと2000円分打ったことが無駄になってないね、はい。朝一17で当たって225からなので、まあ、ほぼほぼモード B でしょ。チャンスモード以外は天井に行くんで、この台6枚目めっちゃ遅れた。これ当たりじゃない？いや多分大きい遅れだと思う。当たりっていうかチャンスチェリーだと思う。いや今のはいつもより遅れてると思う。ああやっぱり、はい、弱くない？これで当たり 50% 当たんなかった時の 50% で裏ストック。あ、当たった。初めて天井以外で当たった。581ゲーム、こうすれば当たるんだな。53,000円。ああ、逆回転しなかった。まあそれはそうか。はい、まあ1ゲーム連は4の0で、モード B だと思うんで推定 50%。 スイカ、スイカで当たるとかあんのかな。これってさ、これってね、まあ、スイカの取りこぼしだと思うんだよね。ビーチ目的なのでなければね。ビーチ目やけがあって8192だからね。まあない。通常時のストック当選はチェリーの256分の1、チャンスチェリーの1/2、ノーマルチェリーの256分の1で裏ストックするらしい。見頃48分の1の見頃分の1だから1万分の1ぐらいか、まあ、1日打ってて1回ないぐらいだ。でそれ以外の全薬、スイカとそれ以外のハズレは65536でストック抽選らしいから通常、まあだからない。異常なまでにチェリー引いたら奇跡的に1個どっかでストックする可能性があるぐらい。1ゲーム連なんかしないよ、まあ、何も引いてなきゃしないんじゃない。さあということで、さっきは天国にいたということでいいでしょう。2連続遅れです。きちゅー、じゃあ当たってないじゃん。違う、もういないじゃん。いや
全長3ゲームの可能性ある。2回目のチェリーからだったらある。ああ耐えた耐えた、初めての3連目。ああネガティブ打法刺さったわ。まあ1ゲーム連するわけもなく、さあ取って取ってまだいると。これは流行らんわ。はい、しょうもな、無理だこれは。生産しましたということで、やってまいりましたウエスタン葛西店ですね。葛西駅前、ガイモンがいると思います。まあ、今ね、あのカンナナの私の今いる方で見たら、まあでもやっぱ鬼武者カバネリが出てますんで、その辺かなっていうところはあるんで、まあここでちょっと整合性がね取れるかどうか。アラジンも気になるね。そういえば向こうも2台ともプラスなのよ、大幅な。ちょっとわからない。であと絆だね、絆が向こうは良さそうなんだけど、こちらの絆は3台、1台はがっつり出て、あーすげえいいいい。2台、もう1台はもみもみ、3台目もなんかもん多分トントンぐらいの雰囲気、回数的に。で番長はまあ2台、ガイモンが犬出てるけどない、ない、全はないってことない。ああやっぱそう、まあ、ユニバーアクロスがちょっと怪しい。ああ犬屋舎ガイモンはないって言ってるけど、一応出てはいるけど全がないってことだよね。カバネリでも1個空いてるね。もうあなんか分かんねえけど、なんでやめたんぐらいの感じね。鬼武者が、まあ、今ちょうどね出てるから、多分片方1000枚出て、こっちはああまあまあトントンぐらいと。まあ、鬼武者は分からんからね。あっ島唄だ、まあ、島唄全はないんだ。あれで今日島唄全力だったらもうちょっと、もういいよ。ちょっとわからないけど、強いて言えばお医者かなっていう。まあ飯食って戻って、アキダイの中からワンチャンス狙うか、もう一回島唄リベンジするか。はい、ということで、まあ時刻がもう4時過ぎたところで、まあ、正直もう終わってもいいんですけれども、現在の投資が5万3000円、そして回収が550枚かな、4万何本負けております。はい、で、今ねガイモンのいる葛西店の方を見てきたんですが、まあ鬼武者かなっていうところ でこちらの前代っていう意味においてはおそらく鬼武者、カバネリは良さそうな台がそれぞれあるんですけど、こっちの店もあっちの店も、まあもうすでにこっちもあっちもやめられてる台もあり、ちょっと厳しそうなんで、前ではない、当たりはある。であとこっちの店はね絆がやばいね、久々にやったなって感じ。絆がもう今前代、午前中空いてたくせに今もう前代2箱積んでて、まあもう後の祭りです。気づいた時には後の祭りということで、私に残された選択肢は実は3つありまして、まあもう別に時間来てるし帰る、終わり、帰るが1個で、もう1個がアラジニスクラシック、朝一から一応履歴見たんですけど、初当たり多分2回ぐらいで、あとはもう連チャンと引き戻し、実質連チャンだけで6000枚出てる台がまあ空き台になってるんで、そのアラジンエースクラシックになんとなく座るか、パチンコ1万円勝負かということで、3個目の選択肢パチンコ1万円勝負を選びました。まあ、インフラアップしちゃってますんでね、私風です風。エヴァのねいいところはこのカスタムもねインフラアップで、結構俺ほぼ風吹かなきゃ当たんねえと思ってたんだけど、最初の方そうだったの、最近ね2連続か3連続で風なしで当たってんだよね。あっ手こき、今の手こき遅いっすわ、で忘れてて、あ手こきしてるわと思ったら、やべピロタに、それそういえばピロタと手こきしてたわと思って、ああいやもう今のどうしてそんなこと言うの、だからあれマジ手こきだから、いい手こきだから、ちょっと本当、あいいね、1万円で手こきチャレンジだねこれは。はい、ということで約束の1万円なくなりましたんでおしまいです。最後店内状況スロットコーナーチェックして終わりましょう。お疲れ様でした。ということで午後5時ぐらいです、見ていきたいんですけども、絆なんですよ、絆、あこの、ね、角から
ちなみにこの台別積みが、あ、もう4000枚ぐらいですね。別積みが2箱あると、はい、もう全台で2箱持ってますね。この台も今エピボみたいなのやってて、はい、全台右肩のいい感じのプラスで、まあ全6でいいでしょうっていうレベルです。はい、盲点でした。バイオが一応ただマイナスか1台出てて、多分この台はプラスですね。だからサブ1でプラスと、あと2台は一応3枚的にはへこんでるけど、まあ第1台がクソなんでね、ちょっと分かんないです。カバネリが1台、真ん中の台が今ちょっとへこんでるけど、まあ2000枚、なんか教えてくれるって、六角を見せてくれるって、六角キリン金、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで今このモンデル右カード、これが金トロフィーですね。4以上が出てると教えていただきました。ちょうどでこの台もさすがに悪くなさそうなんですけどね、はい、2000枚プラで、ただド本命はここですね、鬼武者2台。ただ一応角台一応ちょいマイナーなんですけど、もう朝から人変わらずにずっとなんで、まあまあ向こうのね火災店の方見てもさすがに今日は鬼武者かなと。あと設定だと思ってないから、俺確定できないから打たなかったんですけど、こいつが蒸気を逸してるんですよ。もう空いてるんですけど、これアラジンのグラフなんですけど、まあ、ただちょっと打ち手の引きがあまりにも強すぎて正直設定がわからないけど、3枚で6000枚近くと、まあそんな感じですね。まあ正直あの別に抽選勝ったら座れてたんで、はい。ということでウエスタン環七南火災店でのダブルの力収録終了となりましたけれども、シンプルに結果を申し上げましょう。投資63000円、回収550枚、55ぐらい負けました。悲しいです。立ち回りとしては朝一牛トラ、まあ抽選悪くてですね、いわゆる狙い台 6.5 号機人気どころですね。鬼武者カバネリあたり取れず、牛トラ、まあ、リセット一周期スカ、その後番長ゼロの、まあ朝一ゼロモード抜けてるだけの台で、これまでの傾向から番長ゼロにね1台ないし2台ぐらいは、いわゆる6なるものが、今までは確認取れてたんで、まあさすがに朝一ゼロモード抜けだけだったら何もわからんでしょうというところで打ってみたんですが、結果的にその前任者のゼロモードスカー合わせてゼロモードが3の0ですね。で、その後全部通常モード飛びっていうところで、さすがにこれはないでしょうというところでやめましたが、まあ、ただ投資に対して、100枚マイナスぐらいなんですよね収支、はい、なんで牛トラで200枚、番長で100枚、300枚マイナスで初打ちビッグ島歌、こちらのお店で10台と、あと火災店の方でも多分10台近く一挙に、今まで30杯コーナーすらなかったのに導入ということでね、まあ、正直設定狙いというよりは、まあ、ちょっとネットで調べてみたらね、リセットの時のなんかモードも良さそうだしっていうので打ってみたところ、天井天国飛んで2連、天井飛ばず、天井手前でチャンスチェリーでヒット飛んで3連、厳しいねあの台は。今日はもうそのいつのせいで全部行かれたと言ってもいいですけど、だからそこの時点で53000円全部合わせて使ってて、550枚そこで持ってきてっていうところで、いやあれはちょっと流行らないね。まあ一回あれで脳焼かれちゃうとね、キュインキュインキュインっつって3000枚4000枚みたいな、しかもあの今日全然体験できませんでしたけど、有利区間がを自力で切ると次回2分1でまた天国っていうね、だからまあイニア社じゃないけど、こうさらにその壁を越えていけるっていうのは、まあネットで調べた情報としては分かるんですけど、あまりにもというところでした。はい、で最後はね、でもまあエヴァでね1万円チャレンジで無事に手こきをね、あのピロタに、まあ、これちょっと正直コメント、まあ、前回も言ったんですけど、まあ、でも前回はね動画にね収まってなかったんで何のことって、本当に多分俺と同じ手こぎだよねって思ってた人しか反応できない、どこやねんって、ピロタもそうだと思うんだけど、どこがってなると思うんですけど、今日今で最後にちゃんと残り500円の奇跡ですよ、残り500円っていうところでなんと手こきが出まして、ピロタもでも納得の手こきだったでしょよかったよかったということで、まあ全然ご意見お待ちしてます。はどこがっていう人は別にそれでもいいし、見えちゃった人はおそらく今後エヴァ打つたびに、あ手こきだって思っちゃうと思います。俺はずっとそうです最初から。はい、5万何本負けましたけど、あれちょっと負けたな、一応今月の収支だけ発表しとこうか。これで今日は550枚なんで63の550枚です。ただ
500枚までのサイプレイで俺交換しないんで、チョダマなんで実質10日と思えば、これ550枚は1万1000円ぐらいの価値あるんで。なるほど。はい。トータル53負けぐらいですね。53、52負けぐらいで、本日開始時点で肉肉です。肉負けでした。肉肉00です。29万2900円負けでしたので、34万負け。えぐみ沢ですね。えぐみ沢です。いや今ね、抽選勝ったら積もれてるからって言おうと思ったんだけど、だから負けちゃったらしょうがないよねって言おうと思ったけど、絆なら正直空いてたじゃん。空いてましたね。だからまあこれはちょっとまだまだ何回も来てるのにちょっと裏をかかれた、逆に何回も来てるからこそ裏をかかれた感じになりましたね。はい、まあ次回も逆に狙っていきたいな。絆とか、要は抽選悪い番号でも期待値とか言わずに、あわよくば作戦で朝一は行ってみようと思う。確かに、うん、いけたな。結果だっていけてたもんね、番号的には。牛トラすもんね。そう、牛トラなんか打ってる場合じゃなかったよ。絆打っときゃ今頃やっぱ絆やねっつって中押しザキーンやってたな。はい、反省します。ということで、皆様におかれましても楽しいエヴァテコッキーライフを送っていただければと思います。以上、負けた、お疲れ様でした。